皆さんこんにちは、グリザイアファントムトリガーで有坂詩織役を演じております伊沢美香子です。はい、ファントムトリガーシリーズも今回で5巻を迎えることになりました。そんな5巻はですね、紫さんのお当番会となっているんですけど、まあ紫さんといえば謎が多い存在だなっていう印象がずっとあって、特に私演じる有坂先生はこの1話からからかわれたり冗談を言われて振り回されたりという立ち位置なので、こういまいち本心がつかめないというか、どういう意図があって言ってるんだろうっていうところも結構多かったので、まあそんな紫さんを包み隠さず過去を洗いざらいご紹介する回になっております。はい、そうは言いつつもですね、実は私は収録の時にこの有坂先生の収録パートしか台本をいただいていないので、こう読んでて途中で何かすごいことがあったんだろうなっていうところの前後だけを私は有坂先生として聞かせていただいているので、こう実際どんなことが起きたのか、あるいは紫さんの過去にどんなことがあったのかは私もプレイヤーとして発売を楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで私演じる有坂先生もまた今回も先生らしい、大人の女性らしい、こうなんていうんですかね、包容力のあるところも見せているので、まあ私も有坂先生の成長に負けないようにもっと頑張ろうと思いながら演じておりました。はい、そんなグリザイアファントムトリガー5巻の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでグリザイアファントムトリガー有坂詩織役の伊沢美香子でした。また本編でお会いしましょう。 Windows 用ゲームソフトグリザイアファントムトリガー5巻7月27日発売。